皆さん明けましておめでとうございます。初めましての方も、昨年このチャンネルを見守ってくださった方も、本年もどうぞよろしくお願いします。このご時世なのでなかなか外には出れないんですが、少しお正月気分を味わいたくって、プニマルの首輪を新調してみました。それから福袋気分で楽しみたくって、プニマルのお世話グッズをいろいろ用意してみました。これだけたくさんの猫グッズを買うことがないので、年末にペットショップに少し行って選んできたのですが、とても楽しかったです。たくさん買ってきたのですが、お正月ということで今日はこの中のおもちゃとお菓子を一つずつ開けていこうと思います。まずはこちらの噛むおもちゃです。ワンちゃんのおもちゃのコーナーには噛み噛みするようなおもちゃがたくさん並んでいるのですが、猫グッズの中では初めて見たので珍しいなと思って購入してみました。少しマタタビが入っているようで、早速興味を示してます。気に入ってくれたみたいなので、お留守番用のおもちゃにしようと思います。おやつの方は、初めて食べるジュールタワーを開封していきます。普段はおやつを一口しかあげてないのですが、今日はお正月なので特別なグルメです。当該のお家の猫ちゃんだと1日で1個食べきれるかと思うんですが、プニちゃんは1匹なので2日に分けてこちらのチュールタワーはあげようと思っています。
もしこの動画がいいねと思っていただけましたら、グッドボタンを押していただけると大変励みになります。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。